週刊誌に路中をすっぱ抜かれた芸能人ランキングトップ27。第27位、深瀬、キャリーパミパミ。深瀬は世界の終わりのボーカル、キャリーパミパミはファッションモンスター等が有名な歌手です。二人の路上キスは2014年に撮影されますが、交際自体は2013年に発覚していました。しかし二人は後に破局します。深瀬は益若つばさとの交際も報道されていますが、現在は破局したという説が濃厚です。キャリーは2023年3月に俳優の葉山奨之との結婚を報告しました。かつての路上キスは忘れたい過去なのかもしれません。第26位、斉藤和美、スザンヌ。斉藤和美はソフトバンクに所属していた野球選手、スザンヌはおバカタレントとして人気を博したタレントです。二人のキスが撮影されたのは2010年で、車の中のことでした。二人は2011年に結婚し、2014年に子供も生まれます。ただ斉藤は女癖の悪さでも有名です。その影響か不明ですが、二人は2015年に離婚。現在は二人とも再婚の話はなく、それぞれの活動を続けています。第25位、アツシ、ユー。アツシはドラゴンアッシュの元ダンサー、ユーはモデルや女優等のマルチな活動を続けるタレントです。二人の路上キスは2006年に撮影されました。アツシは当時28歳、ユーは53歳だったため、年の差恋愛として話題になりました。しかし二人は2011年に破局します。その後もユーは17歳年下のイケメン司会、8歳年下の俳優である大橋哲司との熱愛が発覚。その豊富な恋愛歴から肉食系と呼ばれています。第24位、サトル、下月ルナ。サトルはハードコアが持ち味のラッパー、下月ルナは DJ なども務めるセクシー女優です。二人の路上キスは2022年10月に撮影され、後に YouTube で交際宣言をしましたが、2023年に二人は破局しましたよね。サトルさんと下月さんは共通の知り合いがいたことにより知り合い、最初から意気投合したのだそう。当時は下月さんの家で一緒に暮らしており、サトルさんも下月さんにお花を送ったりしていたそうです。近年はサトルさんが出場予定だったブレイキングダウン7を誰かに襲撃されたため、突如ドタキャンしブラジルに逃亡というトラブルがありました。そのため下月さんが代わりにブレイキングダウンの第8大会に出場することを発表していました。第23位、浩二、西山茉希。浩二はヒートライト級王者の称号を持つキックボクサー。西山茉希は早乙女太一と過去に結婚していたママタレです。二人の路上キスが撮影されたのは2022年9月のこと。浩二は格闘界随一のモテ男であり、誰を本命にしているかは詳しくは述べていません。浩二は自分で女性好きを公言しており、西山さん以外にも女性がいるのだとか。交際を噂されている女性は西山さん以外に5名もいるのだそう。歴代の彼女の中には一般人の女性もいれば、元シンクロ日本代表の青木愛さんや元プロゴルファーの森田理香子さんがいます。第22位、キ・テヨン、キム・ユジン。キ・テヨンは世界で一番可愛い私の娘等に出演した俳優。キム・ユジンは SES の元メンバーです。二人は2011年に結婚、新婚旅行中のパリで路上キスをしています。写真は撮影用のものですが、周囲の視線を気にする素振りはありませんでした。現在は子供に恵まれ、仲睦まじい様子がインスタグラムに上げられています。二人は現在も仲が良く、インスタでも二人のツーショットがたくさん写っているようです。子育ての合間にも結婚記念日にデートをしたりと、仲睦まじい様子が見られます。第21位、本高克樹、斉藤優里。本高克樹はジャニーズジュニア内のセブンメン侍のメンバー、斉藤優里は元乃木坂46です。二人の路上キスが撮影されたのは2022年7月。交際期間は2年とのことですが、本高克樹には直前に交際し始めた東大王の河野ゆかり、斉藤優里には一般人とのデートの事実が発覚し大きな話題となりました。本高さんは東大王の河野さんともお泊まりデートなどが目撃されている、いわゆる二股交際です。しかし斉藤さんも一般人男性と人目もはばからずにデートしていたようであり、
泥沼の四股関係であったことが分かっています。その後交際がどうなったのかは今のところ分かっていないようです。第20位山本左近マリエ。山本左近は F1 ドライバーを経て衆議院議員になった人物。マリエはハーフのセレブタレントです。二人の路上キスが撮影されたのは2008年のこと。その後の進展はなく、山本左近は独身のまま、マリエは未婚、事実婚のまま2022年に妊娠を発表しています。2023年現在、山本左近さんは独身であり、自民党議員として活躍しています。マリエは留学した後に自分のブランドを立ち上げ、デザイナーとして活躍しているようです。二人ともキスが撮影されてから15年近く経っており、それぞれ自分の人生を歩んでいったようです。第19位今福博之デミズマイ。今福博之は創業100年を誇る総合設備投資会社の社長。デミズマイは世界不思議発見のキャスターを務めています。二人の路上キスは2010年であり、デミズマイが26歳の時でした。しかし二人は5年後に破局し、今福博之は2018年に椿原恵子アナと結婚しました。今福さんの元カノであるデミズマイさんは2022年に一般人の男性と食事デートが目撃されています。デミズさんはかなり理想が高いという噂ですが、今も恋をしている状況からもしかしたら結婚かもといった噂も出ているようです。第18位高木雄介デミズマイ。次にデミズマイの路上キスが撮影されたのは2015年のこと。相手の高木雄介は神奈川県でスーパーを経営するロピアという会社の社長です。彼は2021年に加藤彩子アナと結婚しており、デミズマイは当時の行いをラジオで謝罪しました。高木雄介さんは元彼の今福博之さんと同じ大手会社の2代目社長であり、スーパーの年商は2000億円もある超セレブでした。加藤彩子さんの結婚についてデミズさんの父は、狭い世界ですよねと取材で話していたのだそう。デミズさんは昔の写真が出ちゃうかもしれないけど気にしないでと気にしていない様子だったようです。余談ですが、2022年冬に放送されたエルピスというドラマには路中を経て人気の低迷した女子アナが登場します。この女子アナのモデルはデミズマイなのではないかと噂されています。ちなみにこの女子アナを演じているのは長澤まさみです。第17位武豊大浦愛。武豊は日本競馬界のレジェンドと呼ばれる騎手。大浦愛は競馬関連のキャスターを務めていました。二人の路上キスが撮影されたのは2017年で、武豊は既婚者でした。武豊は妻の佐野涼子の寛大な心で許されましたが、大浦愛は芸能界から引退しています。大浦愛は競馬専門チャンネルで武豊の担当である立東トレーニングセンターの担当として活躍していました。そして武さんの弟である武幸四郎さんとの交際も噂されていたようです。武さんは酔った時にするフレンチキスだと話しており、妻も納得した様子であったといいます。第16位野村くん一さだまゆみ。野村くん一は店舗設計を務めるクリエイター。さだまゆみは長年活動を続けるモデルです。二人の路上キスが撮影されたのは2008年7月のこと。その後10月に結婚し、現在は二人の娘も生まれています。この時の路上キスはさだまゆみの実家に泊まった時のことでした。モデルのさだまゆみさんはアメリカの血を引くクォーターのモデルです。彫りが深いハーフ顔でビビの専属モデルとして活躍していました。野村さんとさださんは知人の紹介で知り合ったそうですが、さださんの方が一目惚れして交際に発展したそうです。第15位井岡一人孫未。井岡一人はライトフライ級王者の肩書きを持つプロボクサー。孫未は元ワンダーガールズの肩書きを持つタレントです。二人の路上キスが撮影されたのは2013年ですが、2年の交際を経て破局。井岡一人は2017年以降2度も結婚しています。井岡さんと孫未さんが別れてすぐに歌手の谷村奈々さんと交際をスタートさせました。そのため略奪だったのではとも言われているようです。そして2017年に結婚していますが、1年半のスピード離婚をしています。離婚から数ヶ月後には新しい彼女ができ、
妊娠も発覚しており、女性関係はかなり派手なようです。第14位、門博文、中川優子。門博文は自民党所属の元衆議院議員、中川優子は現職の自民党所属の衆議院議員です。2人の路上キスは2015年に発覚しますが、2人は結婚して子供もいる立場。この不祥事に世間は立腹しました。その影響もあるのか、門博文は2021年の選挙で落選しています。中川さんは2009年に夫が急死し、旦那さんの地盤を引き継ぐ形で政治に参加していました。そのため2人にとってどちらもマイナスイメージが強く残る路中の写真といえます。2人は六本木で食事の後に2回もディープキスしていたのだとか。中川さんは現在北海道11区の自由民主党支部長を務めていますが、国政復帰を考えている発言もしています。第13位、博士太郎、大滝優子。博士太郎は世界を代表するバイオリニスト、大滝優子はコーラスグループアマゾンズのメンバーです。2人の路上キスが撮影されたのは2017年5月。2人は結婚相手がいるためダブル不倫となります。その後の経過は不明ですが、双方に離婚の話はありません。いつもデートしていた料理店では以下のように2人は会話していたとニュースポストセブンに掲載されています。博士太郎、愛人になればいいんだよ、俺絶対 100% 愛人に精力を注ぐ、孫より愛人、娘と同い年でもいいから愛人に全精力を、金も時間も全部使いたい、大滝優子。そのためにはやっぱり一度ギリシャに行って。二人は情熱大陸ライブでコーラスとして帯同し懇意となったのではと言われています。このような内容の会話が雑誌に出てきて、娘さんはどういった心境だったのでしょうか。第12位、宮崎康成、夏菜。宮崎康成はアパレルブランドを立ち上げる青年実業家。夏菜は実写ガンツなどに出演した女優です。二人の路上キスが撮影されたのは2016年3月ですが、2年後に破局。宮崎康成は板野友美との熱愛が報道されたた、夏菜は2021年に IT 会社の社長と結婚しました。二人のキス写真が流出したのは宮崎さんの誕生パーティーだったといいます。写真は新聞に出る1年前のものということでした。2人が破局した理由は分かっていません。しかしキス写真が露出した記事のわずか3ヶ月後には板野さんとのお泊まり写真が露出しています。第11位、佐野一真、北の紀。佐野一真は砂時計などに出演した俳優、北の紀は幸福な食卓などに出演した女優です。2人の路上キスが撮影されたのは2010年7月。報道後に破局しましたが、2013年に再びデート現場を報道されます。報道後、北野紀はバッシングを受けています。清純派で売っていた北野さんは路上中報道により大きな痛手を受けてしまいました。2013年に復縁してからは佐野さんは主に BS など地上波以外のドラマに出演し活躍していますが、北野さんの方はバッシングのストレスから激太りしてしまったと言われています。第10位、細野豪志、山本もな。細野豪志は現職の衆議院議員、山本もなはムーブなどの番組のキャスターを務めていました。二人の路上キスが撮影されたのは2006年9月。細野豪志は妻子がいたため批判されました。その後、山本もなは2010年に一般男性と結婚しています。細野さんは当時民主党の若手エースでイケメン議員と言われていました。そして路上でのキス写真だけでなく隠密不倫旅行まで判明しています。一人娘の運動会も山本さんとのデートで欠席していたことも判明し、妻は支援者に謝って回り、子供はからかわれて嫌な思いをしたと話していたそうです。第9位、シャラポワ、ディミトロフ。シャラポワはロシア、ディミトロフはブルガリアを代表するテニス選手です。二人の路上キスの写真が撮影されたのは2013年のマドリードでした。交際を認めた2人ですが、2015年に破局。シャラポワは2021年にイギリスの大富豪と結婚しました。シャラポワさんとディミトロフさんの交際はディミトロフさんからの積極的なアプローチにより始まったそうです。美男美女のカップルでどちらもテニスの超一流選手であることから、
当時も話題となりました。2人が別れた理由は、2015年頃に2人ともテニスが不調となり、テニスに打ち込むためだったのではとも言われています。第8位、スンリ、久保杏奈。スンリはビッグバンの元メンバー、久保杏奈は香港を拠点に活動するモデルです。2人の路上キスが撮影されたのは2012年9月の香港。久保杏奈もスンリも恋多き2人であり、ほどなく破局。スンリは賭博や売春の斡旋等で逮捕され、2023年2月に出所しました。ただし出回っている写真は、酔っ払った久保さんがスンリさんに寄りかかっていただけとも言われています。スンリさんは実業家としても活躍しており、バーニングサンというナイトクラブを経営していました。しかし2018年に従業員に対して暴行した罪からいろいろな余罪も発覚し、懲役刑を受けた経緯があります。第7位、村上信五、戸田恵梨香。村上信五は関ジャニ∞のキーボード、戸田恵梨香はデスノートのミサ役などを務めた女優です。2人は2008年に交際し始め、2009年に路上キスの写真が撮られます。ほどなく2人は破局し、戸田恵梨香は2020年に松坂桃李と結婚しました。村上さんと戸田さんは2人が共演したドラマ「ありがとう、おかん」で共演していました。そして2008年に2人のお泊まりデートが話題となり、2009年に路上キス寸前の写真がスクープされるに至っています。しかし2010年に戸田さんから別れを告げられ、破局したということでした。第6位、手越優也、鬼頭桃奈。手越優也は元ニュース、鬼頭桃奈は元 SKE48 で、2023年3月までセクシー女優として活動していました。2人が泥酔の末に路上キスをしていたところを文春に撮影されたのは2013年。その後も2人は不祥事を重ね、ジャニーズも SKE48 も去りました。手越優也の夜遊び好きは有名であり、ジャニーズの夜の帝王とも呼ばれていたようです。そしてアイドルグループの女性を妊娠させ、そのグループの事務所から厳しく注意を受けたともされています。また鬼頭桃奈も元彼とのキス写真やベッド写真が流出、2人とも大きな痛手となったようです。第5位、森田剛、宮沢りえ。森田剛は元 V6 で現在はソロタレント。宮沢りえは「父と暮らせば」等に出演した女優です。2018年3月に2人は入籍しており、路上キスが撮影されたのは7月のことでした。この時は宮沢りえの9歳の娘もおり、家族仲睦まじく過ごしていたようです。森田さんと宮沢さんは舞台「ビニールの城」での共演がきっかけで交際に発展したのだそう。そして森田さんが宮沢さんの自宅近くにマンションを借りてデートを重ねていたそうです。森田さんと子供との仲も良好であり、路上中している時も娘さんは気にする素振りもなかったといいます。第4位、浅野忠信、仲里依紗。浅野忠信は私の男等に出演した俳優。仲里依紗は実写版の字を書ける少女に出演した女優です。2人の路上キスが撮影されたのは2012年6月。仲里依紗は2013年3月に中尾明慶のおめでた婚を発表しますが、時期がかぶっていたという憶測もあります。写真が撮られた年の10月には2人の破局が発覚。それまではそれぞれツイッターでデートの様子をつぶやいていたりと、ラブラブな様子が伝わっていました。しかし仲さんが仕事先から帰国したくらいから、痴話喧嘩のようなツイートが増えていったようです。浅野さんは「俺結婚するなんて言ったっけ?」といった内容をリツイートしたりと、当てつけではとも憶測されました。第3位、錦織圭、福原愛。錦織圭はテニス、福原愛は卓球の分野で活躍したスポーツ選手です。2人の路上キスが撮影されたのは2008年12月。2人の恋愛は4ヶ月で破局し、それぞれ別の人と結婚します。ただ錦織圭は怪我などで不調、福原愛は不倫が報道されると苦境が続いています。2人は2008年の北京オリンピックで知り合い、交際に発展したそうです。福原さんは恋愛になると周りが見えなくなるタイプだといい、写真が撮られた時も30秒ほど路上でキスをしていたのだとか。しかし4ヶ月で破局してしまった原因は、福
福原さんの高校時代からの彼氏と二股かけていたからと言われています。第2位、イッサ、藤井里奈。イッサはダパンプのリーダー、藤井里奈はビビ島の雑誌でモデルをしていました。2009年6月に二人の路上キスが撮影されますが、イッサは泥酔しており記憶はありませんでした。二人は2010年5月に破局、藤井里奈は2020年に事実婚をし、二人の子供も生まれました。路上中の写真ですが、後にイッサがハニートラップだったことを示唆しています。イッサさんは普段なら絶対酔わない程度のお酒の量で泥酔してしまったそうです。そして路上中を撮られており疑問に思ったと言います。藤井さんは関東連合の男性とも交際したりもしており、素行の悪さから芸能界から遠のいているのが現状です。第1位、生田斗真、吉高由里子。生田斗真は魔王等に出演した俳優。吉高由里子は2024年の大河ドラマで紫式部を演じる女優です。2011年7月に2人は僕らがいたのスタッフと飲み会に参加します。その時に路上キス寸前まで接近があり、その時の様子がフライデーに撮影されました。その後2人が付き合ったという話はありません。吉高由里子はその後もラッドウィンプスの野田洋次郎等との恋愛が発覚。生田斗真は2020年に清野菜名と結婚しています。しかし撮影の時にはラブラブな雰囲気だったそうで、監督は2人は付き合っているのと感じていたそうです。そのご手つなぎのデートをフライデーに撮られた経緯があります。しかしこれは実際には撮影の打ち上げであり、実は酒癖の悪い吉高さんに対して生田さんは嫌気がさしていたという話です。以上、週刊誌に路中をすっぱ抜かれた芸能人ランキングトップ27でした。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。皆様のご意見もコメントいただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。